急増と申します。いつも動画をご視聴くださいましてありがとうございます。今回もですね、メルカリを使いましてファミコンの箱説明書付きのソフト、今回はですね3本購入してまいりました。今回の動画ではその購入品紹介と開封を行っていきたいと思います。いや、こういうあの段ボールのこのガムテープとかって、僕いつもこのカッター使ってるんですけども、皆さんって何で開けてます？これ何で開けるのが一番これなんか手っ取り早いというかいいんですかね。もうビリビリやっちゃった方が早いのかな。今回はやったことあるゲームとやったことないゲームがまあ混じってる感じでございまして、ちょっとねやったことないゲームに関してはあの楽しみだったりはするんですけどね。はい、今回購入したゲームはこちらの3本でございます。ファザナドゥと、勝ち馬伝説、あと麻雀クラブ永田町のこちらの3本セットを2937円、なので1本あたり約1000円ぐらいかで、購入いたしました。この2本はですね、僕パッケージは見たことあるんですけども、やったことなくてですね、あの競馬のゲームはまあいいとして、僕結構麻雀好きなので、このゲームねちょっとやってみたいですね。順番に、開けていきたいと思います。はい、じゃあこちらから見ていきたいと思います。麻雀クラブ永田町でございます。やったやった。まあ、永田町というだけあってですね、当時実在していた政治家の方々をイメージしたキャラクターが、どのくらい出るんだろうな、結構出てくるんですよね。これ書いてないか、あ、20人と書いてあります。はい、それが、麻雀をかけて、ここに書いてある通り総裁選、はい、まあ、総裁選と書いてあるだけにですね、総裁を目指すというゲームでございます。ございますと言ってはいるんですけど、僕やったことなくてですね、どんなゲームなんでしょうね。まあ普通の麻雀ゲームだとは思うんですけども、最近僕ヘクトのゲーム買ったりはしているんですが、まあさすがヘクトですよね。まあ状態もそんなに悪くはないですし、まあハードケースですからね、うん、いい感じですね。中開けてきますね。よいしょ。うん、あ、すごいいい感じですね。めちゃくちゃ綺麗な説明書ですよこれ。はあ、あ、中に注意書きが入っていました。タコシタはい、ウィッシュの大悟のおじいちゃんですよね。すごいな。はい、状態がいいカセットですね。これまた、うん、傷一つないですし、汚れもまあ少ないかな。うん、いいと思いますねこちらも。はい、続きましてこちら見ていきたいと思います。黒金ひろしさんの、予想大好き勝ち馬伝説でございます。これね、パッケージだけは見たことあるんですけども、どんなゲームかよく分からなくて、これね、あの裏を見るとですね、勝ち馬伝説はゲームじゃないぞって書いてあるんですよね。ゲームなんですけどゲームじゃないんですよね。さよならだけどさよならじゃないみたいな感じなんでしょうね。まあ、山田かつてないっていう感じですけども、あ、当時流行ってましたよね、山田邦子さんのテレビ。まあいいか。はい、じゃあこちら見ていきますね。はい、まあまあまあ良さそうですね。でほんのりですね、この辺汚れがあるんですけども、これ綺麗になると思います。このぐらいならよいしょ。うん、耳もしっかり、両サイドついていて綺麗ですね。こんな感じで入っていますね。隅っこがですね綺麗にカットされたプラケースですね。まあただ汚れがないので、うん、これはね許容範囲ですね。で、まあ、状態まあまあっていったところの、説明書ですね。あー、すごいな、ゲームじゃないと、うん、どんだけアピールするんでしょうね、うん、ただねこれ中見ると全然読んでないですね。こう読んだ時のこの折れじわというか、うん、それもついてないですし、うん、これ状態いいですね、すっごく。こちらカセットでございまして、まあ、カセットはですね、照明が当たって少し白くはなっているんですが、若干ですけども、こう、黄ばんでいるようなカセットですね。はい、最後こちら見ていきます。ハドソンのファザナドゥでございます。これめちゃくちゃやってる方って結構多かったんじゃないですかね。
これ当時 CM とかもバンバンやってましたよね。当時は CM バイ・ハドソンの時だったかな。アクションロールプレイングゲームですよね。あのリンクの冒険みたいな、あの横スクロールのアクション RPG なんですけども、これですね、当時僕小学生で、あのこれ結構漢字が使われたり英語とかも結構使われていたりとかして、なんか意味が分からなくてあんまり進めなかったっていう思い出がありますね。いや久々だな、今なら余裕でクリアできるのかなね。そんなゲームでした、確か。はい、うん、いや状態がすごくいいですね。これはいいですよ。開け口も全然シワもないですし、両方耳がしっかりついていますね。これね、中めちゃくちゃ綺麗ですよ。あ、ダメージが全然ないプラケースですね。説明書すっごい綺麗ですね。まあ、ホチキスも錆びないですし。ほう。説明書僕これ見たことなかったかも。はい、内袋に入ったカセットでございます。あ、これはいいですね。通常この、表面がツルツルしたファミコンカセットって、ここ、ファミコンのこう、刺し傷が結構つくんですけども、これ全然ついてないですもんね。すごく綺麗ですよ、これは。うん、これはね、すごくいいと思います。はい、ということでですね、まあ、今回はですね、まあ、ナムコのゲームも全然ありませんし、今回はどうでしたかね。はい。はい。はい、ということで今回はですね、メルカリを使いまして、こちらのファミコンの箱説明書付きのタイトルを3本購入してみました。ちょいとですね、地味なタイトルではあるんですけども、このハドソンのファザナドゥ、これやったことある方結構いらっしゃると思いますので、何か思い出がある方ですね、ぜひコメントいただけますと幸いでございます。はい、ということで今回の動画は以上でございます。最後までご視聴いただきまして、本当にどうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメントお待ちしております。Twitter もやっておりますので、フォローお待ちしております。